オリジナル武将と抜擢武将だけで天下統一を目指すアッキーミロです。はい、続きやっていきます。前回は長州軍の援助を落とすことに成功しました。ただその後、漢中にいる馬頭軍から成城が狙われ、まあ、なんとか防衛することに成功しました。まあ、結果漢水さん捕まえて処断したんですけど、まあ、そのおかげが抜擢武将がまた来てくれたので、今回のパートでまた一人仲間が増えると思います。で今回どこを狙っていくかなんですが、今のところ正直まだ決めていません。ちょっと曹操軍を攻めるとあまりにもちょっと自分の城の範囲が広くなりすぎて、その割には武将が少ないって形で防衛が正直難しいと感じてはいるんですよね。ただ戦争してどっかを落とさないと抜擢武将が増えないという事実もあるので、ちょっと迷ってるんですけど、一つはこの洛陽を狙おうかなと思ってます。まあ、今馬頭軍の方が攻めているので玉の竜を狙えばいけるかななんていう気持ちもあります。まあ、こういう孤狼艦とかも1000しかいないんで落としちゃおうかなって気持ちもあるんですけど、武将が残念ながら0人なんで、これだとちょっと落としても意味がない形ですね。下手するとすぐ右にいる陳留とかから若干援軍送られてくるかもしれないんですよね。まあ、巨匠もか。そしたら攻めた分無駄になるので、ちょっとね孤狼艦とか置いときます。もう一つ考えるとしたら、まあ、馬頭軍の方に攻めることを考えるかとも思ってるんですけど、意外に馬頭軍兵数多いんですよね。この傭兵間突破するの3万も必要なんで結構厳しいっす。長安も3万、この武漢に一応1万3000なんですけど、まあ、攻めたら確実にここから援軍来るだろうなっていうのもあれば、ちょっと上の道館はもう6万近くあるので、むしろ曹操軍より馬頭軍の方が厳しいんじゃないかと思ってます。なのでちょっと様子を見ながらどこを攻めるか決めるんですけど、もう一つ一応考えてるのは、まあ、この成城をわざともうちょっとまた兵減らして、また漢中からわざと馬頭軍に攻めさせて、工場兵器で来たところをまた倒して誰かを捕虜にしてっていうのを繰り返して抜擢武将を増やしていくのもありだなと考えてます。といった形で、まあ、ちょっとどうなるか様子を見ながら考えていきたいと思います。はい、抜擢武将のイベントですね。何を教えましょうか。まあ、ここは弓でも覚えてもらいましょうか。頼んだ。ダメです。くっそー。正射すら、すいません。正射すら覚えてくれない。前回のパートの最後の方も何か覚えられなかったんで、この方もあんまり兵法覚えられないかもしれません。はい、抜擢武将、造営を覚えてくれました。ようやく一つ目。勘十さんも造園覚えましたね。なぜ急に持ってないものを二人して覚えた。はい、なんと抜擢武将イベントで師匠である勘十さんが弱音を吐いております。己の力不足を通過しました。今日なんとかの指導は続けられません。せっかくここまでやってきたんだ、考え直そうぜ。勘十さんもダメみたいです。他の武将なんだっけ、武力と知力だったっけ。もう高位さんにお任せしよう。まさか途中交代になるとは思いませんでした。はい、進行覚えました。なんか造営といい進行といい戦闘向きではないですね。はい、抜擢武将何を覚えさせるかですね。難しいとか結構全部難しいな。どうしよう、兵法でも生み出してもらいましょう。はい、ダメでした。治療会、結局医療系じゃん。しかももう指導はちょっと早い。これは残念ながら大した武将じゃないですね。はい、名前は巨中ですね。まあ平均的な能力ですかね。まあ悪くはないです。ただまあやっぱ突筆した何かを持ってるわけではないですね。兵法も微妙ですね。ほんと京中さんは微妙。まあでも偉大よりは全然マシです。忠誠も開けておきましょう。はい、少し進展がありました。高陵と上陽から曹操軍が必
撃しました。ちょっとこの3体なんですけど、多分方向的にこの関心港っぽいですね。今ウリ港に孫作軍が6万1000と着々と曹操を攻める準備はしているんですが、どうなるんだろうな。今まだ常陽に1万7000と兵が残っているんで、いけるっていう状態ではないんですよね。ただ竜中ぐらいだったら落とせなくもないのかなっていう気はしてますね。ここはちょっと迷いどころなんですよね。我が軍の武将が水軍をどれかあ全然持ってね2人しかいない。そうですね、水軍でも一応2人持ってるといえば持ってるから、ちょっとこの2人を軸に攻めてみますか。ちょうど深夜には今2万4000まで兵がいるので、常陽から援軍さえ来なければ落とせはする気がします。一応ここに2人武将がいるので、ここを落とすことができれば再び抜擢武将が入ってくると信じて、このまま何もしないと本当に何も変わらないので攻めてみようと思います。はい、まずはこのターン国将さんを、お隣にあるこの小陽港に出撃させました。で今西条から深夜に、秋見ろたちも移動させました。なので次のターンになったら、竜中に攻めたいと思います。はい、まず第1部隊は、この3名を軸として出撃させます。まあ、基本水上戦になるので陣形は長蛇のままです。ただ船は猛将にしています。兵数は5000です。自主退却あり。そしてこちらから国将さん出撃させようと思ったんですけど、そうだ水軍持ってんの国将じゃないんだ、間違えた。まあ統率高いから国将さんこのまま出てもらいましょうか。混乱、指数は1万全部持っていきます。ただ出撃のタイミングをちょっと秋見ろ軍と合わせたいんで、秋見ろ隊と合わせたいんで、どのくらいだろう、4日ぐらいかな、4日ぐらい遅らせてちょっと出撃させましょう。はい、では竜中進行戦見ていきましょう。と言ってもこのターンじゃつかないかもしれないですが、どうだろう、4日ぐらいがちょうど、ああまあちょうどいいっちゃちょうどいいっすね。5日でもよかったけど、まあほぼほぼ同じ速度です。まあ船の上ではここで追いついちゃうかもしれないですね。お常陽に対して技が炸裂です。いや別にそっちじゃなくていいんですよ。竜中に攻めたいだけなんで。202年1月、曹操打倒を果たすことなく反曹操連合解散されました。また消え見せます。まあ私は何度も言ってますが、誰とも仲良くする気はないので、いいえです。202年1月、反曹操連合が結成され、孫策が連合名士に選ばれました。曹操の無道を正し、我らの義経天下に知らしめん。また孫策が猫高まってますけど、もっとガンガン戦ってくれ、孫策さん。孫策の先輩、港はどうすかね、落とされてる。これはどうだろう、間に合うのかな、こっち。ちょっとなんとも言えないですね。はい、では引き続き竜中進行戦見ていきましょう。果たして落とせるか、援軍が入りそうな気がしなくもないんですよね。いけー、なんとか落としてくれ。抜擢武将が欲しいだけなんだ。なんか輸送が見える、下から来てる。その前に、その前になんとか矢を炸裂してくれ。技を出る気配なし、全くなし。あ、常陽への輸送か。いや、そうでもない。竜中に来てるっぽい。てか、硬えな。全然減らない。これは常陽じゃないですよね。無理だ。諦めます。撤退。ここで意地張って攻めてもいいことないと思うんで、おとなしく撤退させます。あー、兵を無駄にしただけだったな。やっぱ曹操軍と戦うのは無理か。
はい、一応退却戦も見ていきましょうか。やっぱ常用じゃなく、竜中への援軍っていうか、輸送でしたね。うん、これは無理だ。やっぱ曹操の総兵力が多すぎる。そう簡単には落とせないっすね。てか、君の隊がやばい。ちょっと、逃げ延びて。危なかった。倒されるとこだった。やべえ、やべえ。はい、曹操軍が空っぽにしてた公用港落としてきました。そして純一隊が今度琉中に援軍を送ってますね。曹操軍隙がないっす。ここにいる孫策軍が公領を攻めてくれればいいんですけどね。7万もいてるんだから、早攻めてよ孫策。曹操軍が今強すぎるんですよ。ガチで戦っても勝ち目が薄いんだよな。もう1万6千か。もう巨匠も2万あるんだよな。うーん、落葉も2万ぐらいあるし。やっぱり硬いですね、曹操軍。もっとこっちも兵を増やさないとダメだな。はい。馬頭軍が領内に侵入してきました。狙いは西条です。また漢中からですかね。ああ。でも今回は工場兵器じゃないです。ただし馬超一人だけなので連撃ではないですね。でも2万。これは楽勝とは言えないですが、なんとか撃退はできそうです。ただ今西条は一人しかいないので、至急秋見ろとかを送る必要がありますね。馬超ここで捕らえられたらいいんだけどな。馬超って馬持ってましたっけ？なんか持ってなった気がするんですよね。うまく捕らえられたら馬超軍の戦力を結構削れるんですけど。まあ、とりあえずちょっと西条に武将とか移動して、また戦いのターンになったら再開したいと思います。はい、大変な事態が判明しました。なんと馬超軍、こっちの馬超だけでなく、長安からも兵を出していました。やーべ、これを守りきれないかもしれません。ちょっとまあ、なんとか、士気がまだ87と低めなんですけど、ここからちょっと国生さんと秋見野に出てもらうしかないですね。ただ、毎回言ってますけど、秋見野統率が低いので、どっちかっていうと、対部隊っていう意味では国生さんの方が頼りになるんですよね。ちょっと国生さん、8000でまず先行してきて。国生さん、技何があったっけ？そう、これといった技がないんですよね。ここは、かかるかわかんないけど、罠にするか、いや、進行にするか、少しでも兵を増やすために。で、ここは速度が欲しいんですよね。移動速度、機動力といったらやっぱ遂行になっちゃうのか。長打はさすがにないしな。そう、こういう時に秋室が総大将じゃなければな。なければな。くそー。とにかく足止めとして、一刻も早くこいつにたどり着いてほしいです。ちょっとそっちから行かれたら困る。こっちからです。自主退却もなし。もう、やつに張り付いてくれ。そして第2軍として秋室も出します。こっちはもう一騎打ち出てほしいので、奉仕でいきます。まあ、残念ながら、そうなんだな、奉仕にしても突破とかがないからな、ここが困っちゃうんですよね。弓木が出やすいわけじゃないんですよね、奉仕は。うん、やっぱりそうだな。いや、やっぱここは遂行でいきましょう。技出やすい方にかける。ちょっとこっちは1万ですね。まあ、炎上も1万5000残しておけばなんとかなるでしょう。こっち、こっち、こっちから、こっちから、OK。追撃じゃー。ゴー。あー、もう西条はもう削られるの覚悟で行くしかないですね。絶対絶対何もせず守る、てか城に張り付かれないようにっていうのは難しいです。くそー、ちょっと少しでも多く徴兵しておこう。
はい、ここまで迫られました。さあこっからどうするかですね。バチョの方が2枚いますからね。あーきついきついきつい。歩兵技、あー奮戦一応持ってるのか。この2人でちょっと奮戦頑張ってもらうか。てかダメだな、多分一緒に出しちゃったらバッチョに対抗できない気がする。とりあえず1体ずつ出すか。先に巨虫を出そう。巨虫奮戦魚鱗一騎打ちしてほしくねえなもう1万とりあえず自主退却もなし、ただ追撃だけ一応しとくか。続けて高位さんも出します。奮戦魚鱗、1万1万で防ぎきれるかな。4000、これだと守りきれない可能性があるな。7000、あとはどこまで来てる。こっちがまだここか、遠いな。きつい、あーきつい。技法でも効いてくれないからダメか。あー内政も大事だっていうのに削られる一方になっちゃうよこのままじゃ。せめてどっちか捕獲して抜擢武将をゲットできればまあよしとできるんですけどね。さあ見ていきましょう。この陽春ですか、こいつが弓の技を持ってるかどうかがポイントですね。とりあえず城も削られるのは覚悟の上だ。なんとか耐えてくれ。飛車だー、やべー、弓の技持ってる。930、まあそんな強くないのは救いですね。なんとか張り付いてくれ。君のたち早く。あ、城からも戦車いいね。拾え、オッケーオッケー。早く国章は君の急げ。とにかく左側馬長を近づけさせるな。本戦くらえ、よしヒットした。オッケーオッケー、戦車でいいね。2回も技出てきくれてる。よし頑張れ、なんとか君のたちがつくまで耐え抜いてくれ。はい、正常は何もできないので引き続き戦争を見ていきましょう。頼む、とにかく馬長は近づけさせないでくれ。あ、君の後ろから走者だと余計なことしなくていいよ馬長。まあ当然的だからしてくるんですけど。強い、2564、やられたんじゃねこれ。まだ壊滅はしてないか、よかったよかった。あ、キムロ急げー。おし、噴戦 OKOK。 とにかく馬長の兵を減らしてくれ、怖すぎる。 OKOK。 ん、飛車、あーやばい。まあ930ならなんとか。お、戦車いいね、カウンターだ。しかもクリティカルヒット、オッケー。よし、そして秋見のタイム到着。後ろから汽車を放ってやれ。いけ秋見の国章隊もそろそろつく。オッケーオッケー、汽車炸裂。おらおら、調子に乗ってんじゃねえぞ。奮戦オッケー、いいね。馬長隊にも技をどんどん繰り出してあげて。オッケーオッケー、戦車だー。オッケーオッケー、またクリティカルヒット。しかもとどめ、おお、次のターンこいつ倒せそうですね。国章ちょっと確か追撃にしてなかったから追撃にしよう。何が何でも捕まえるんだやつを。で、秋広の方はもう馬長に向かわせましょう。ただあー、まあいっか、うん、馬長の方に向かわせましょう。スジローは、あ、一応徴兵できる。よっしゃー、これで落とされる確率はだいぶ下がったと思います。はい、引き続き正常防衛戦見ていきましょう。国章、陽州さんは任した。あー、やめてー、走者とかいらないから。また2世紀くらんだろう。はい、どう、痛い。
やべ、捕獲された。違う、こっちが捕獲したんだ。こっちの方はまだ捕まったっていう報告は見えないですね。ちょっと国章さん、まあ一旦国章さんは返しちゃって、おー、こっちの方も壊滅した。え、まさかの秋ビルとバチャの一騎打ち。この秋ビルの名聞いたことだろう。エンナのかかってこい。でも馬長と1しか違わないですよね。これはわからない。技を出してくる秋見ろ。ちょっと1の様は怖すぎる。技を出した方が多分勝つ、まあ、多分っていうか絶対ですよね。もう一発、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 来たー。馬長を倒しました。秋見ろ、武力が活躍した。オッケーオッケー、いいね。しかも城から馬長隊の戦車も、しかもクリティカルヒット、素晴らしいよ。聖城の守り硬いな。よーし、馬長逃がすな。そういえば捕虜になってないかな。ああ、変化になってないんで捕虜となってる武将はいないようです。よーし、ちょっと馬長隊逃がさないように追撃。空き広になってるのか、好意の方がなってないかな。好意隊追撃、あ、追撃になってる。オッケーオッケー、ちょっとこのまま馬長逃がさねえよ。ここまでやったんだからね、許しませんよ。そしてはい、陽州さん捕獲してるんで、ちょっと処断したいと思います。これで確か5人目でしたっけ。あー、まだ残念ながら部隊が帰ってないんで処断できないですね。国章さんが戻ったら処断します。はい、馬長殲滅戦見ていきましょう。馬長を逃がすな。戦車、城から戦車、城から戦車、一騎打ちなんで挑んできたのが間違いだったな馬長。よし、馬長捕獲しました。来たこれは戦った甲斐があった。はい、多分捕らえたら秋広ですよね。まだ初段、あ、できる馬長。はい、皆さん、ちょっと天下の英雄、食道五個将軍になる馬長さん捕らえちゃいました。普段ならね、もう登用するとこなんですが、今回は全員初段なので馬長さんさよならです。ズバシ、秋見の様が馬長との首をご所望です。どうぞ覚悟を決めください。我がブームここまでか、だが悔いはない。ジュベッシュ。はい、馬頭さん、何回も何回も攻めてくるからですよ。秋見の軍の捕虜となっていた馬長が死亡しました。よし、これで馬頭の恐ろしい男一人いなくなった。ちょっと秋見の対聖城にもう入れちゃいましょう。一回聖城の数も増やさないとダメだ。はい、抜擢武将来ました。いやー、二人も捕獲しましたからね。なんだこれ、全然読めねえ。なんとか点沈む？沈点とかじゃないしな、全然違うだろうな。なんとか点って呼んできます。優秀なのは統率ですね。有能で有望。あ、血質がある。武力もいいのか。じゃあ統率と武力が高い人を師匠にしましょう。統率と武力か、武力だけだったら君のなんですけどね。ダメだな、両方高いってなるとやっぱ関中さんだな。関中さんがあまりにも平均的に高いから全ての師匠になりやすい。頼んだ関中さん。そして炎上に国章が戻ったので、陽春さんも初段です。陽春殿の名に恥じる最後とのことです。覚悟を決めください。ひっひー情けないな。はい、陽春さんさようなら。あ、君の軍の捕虜となっていた陽春が死亡しました。いやー、馬頭軍攻めてくるのはいいが、おたくらの武将どんどん減ってますからね。まあ雑魚はまだしも、馬長という素晴らしい武将までなくしたんですから、しばらくおとなしくしててください。はい、抜擢イベントです。投石を見せてみよう。はい、投石習得しました。すげえ軍師っぽい顔してますね。今回は出だし好調といったところです。はい、抜擢武将のイベントです。どうやら厳しい育成をしているようですね。さすが厳格。
武力は良好、まだ十分あるみたいですね。やっぱ武力がすごいな。どう見ても見た目軍師タイプなんですけどね。はい、抜擢武将、何を教えるかですね。どうしようかな。指導武将にたまには任せてみましょうか。何を教えるのかな。え、なんで覚えてないのを教えようとするんだ。現実。あまり武将任せにはしちゃダメですね。はい、何を教えるか、まあ手軽なのでいいからまず覚えてもらいましょう。なんか覚えて。はい、セーラン来たー。でもね、戦闘で使える戦法なんか覚えてほしいですね。そして他の勢力ですけど、光陵で孫策軍と曹操軍がぶつかってはいるみたいですけど、なんか毎回孫策軍ボコボコにされて帰ってってますね。やっぱ曹操軍強いですね。てかもう孫策はもう8万ぐらいバーンっていっちゃえ、バーンって。そんなちょびちょび出してたって曹操軍には勝てないよ。はい、再び何をし、あ、強連ありますね。強連にしましょう。頼む、覚えてくれ。来たー。あ、1個だけ来た。寂しい。はい、抜擢武将に何を教えるかですね。馬術を学んでもらいましょう。覚えて、来たー。今のは突撃か。突撃覚えました。もう指導り早いな。どういう感じだろう。いいっちゃいいのか。あ、割といいですね。82と79。いやー、今のとここう統率と武力がある程度高いっていう人が少ないんで、すごい助かります。で、名前は新天さんですね。なんで今新天タンとか言っちゃいましたけど。間違いです。はい、兵法はなんか突進ないですけど、突破と突撃ですね。で、騎車と走車も持ってるので、まあ弓木と、まあ、馬に乗ってるや両方使える感じはしますね。で、工場兵器もあるんで、うん、なかなか攻めるのに向いてる武将です。いや、これは嬉しい。203年1月、曹操打倒を果たすことなく反曹操連合を解散されました。全然曹操倒せてないですね、連合軍。もうちょっと頑張ってよ。まあ、こっちは割と内政をちょびちょび今上げて様子を見てる感じなんですけど、それぞれの城に3万以上の兵が集まってきたので、まあまあ兵数だけで言うなら増えてきた感じはしますね。ただ相変わらずなんか小競り合いばっかりで、いや、むしろ小競り合いのせいで曹操軍の方にどんどん負傷兵が溜まってって増えてってんすよね。光陵といい、洛陽といい、いやー、曹操軍からこう武将を捕らえて処刑したいんですけど、強い。どこをやるにもな、すぐにカバーできるとこにいるから困るんですよね。孫策とかがもうちょっと上から攻めてくれればこっちもこう強撃できるんですけど、いまいち連携しにくいですね。まあとりあえずちょっとまた何かしら進展がない限りは様子を見ながらやっていこうと思います。劉将軍が劉表軍に宣戦布告しました。下の方で劉家のバトルが始まりましたね。ただそこで潰し合ってる場合じゃないよ。大事なのは曹操で、曹操。はい、洛陽から武金隊が出撃しました。おそらく城東に向かってると思われます。正直もう内政上げてるだけで全然進展がないので、ちょっと揺さぶりをかける意味で出撃したいと思います。こちらの狙いは洛陽と見せかけて、巨所からおそらく援軍が来ると思うので、その部隊を叩きたいと思います。出撃するのは炎上からです。いやー、一応戦う気満々なんですけど、どうなるかわからないっちゃわからないですね。能力的には騎兵は騎兵で分けたいな。翔さんを置いていきますか。弓木は一応2人とも走者を覚えてはいるんですね。どうしよう、これで城から兵出されなかったら困るからな。
いやでもさすがに出してきますよね。いや突撃と突進、この2人はそれを期待していきましょう。はい、まず騎兵ですね。でこの後に秋見ろも出します。秋見ろはほんとな、なんとか騎兵の技覚えてほしいな。一騎打ち発動してくれればだいぶ秋見ろも活躍の場が増えるんですけど、まあ、秋見ろは1万5000にしてあげましょう。はい、では巨匠から部隊が出てくるかをちょっと見ていきたいと思います。さあどうだ、あれ出てこないぞあれあれちょっと待ってよ、計算違いですよそりゃ。どうしようかなちょっと困っちゃいましたね。とりあえず他の都市の指示を終わらせてきます。はい、残念ながら巨匠から援軍は出てきてないので、どうしようかな、門神美濃とか古老館にでも移ろうかな。そうだな、せっかくなんで古老館にちょっと変えたいと思います。おりゃーおりゃー、まあ古老館取ってもあまりうまみはないんですけどね。まあ一応洛陽と陳竜には近くなるという意味で古老館にしました。お、舞台出てきた、来たー、2420、うわー技法まで来たー、これはちょっと想定外だ、どうしようかな。まあでも敵部隊が出てきたという意味では成功ですね。おお、馬頭軍が両団に侵入してきました。狙いは正常のようです。なんだと、どっからだ、あーまたこっちからか、一つは輸送か。今回長安からは来てないですね。なんてこったい、こっちはこっちでどうしよう。まあとりあえず一回戻しましょう。というより本来の狙いである部隊壊滅に行きます。秋見ろも同じくです。さて問題は正常の方ですね。っていうかこっちもどうしよう、敵殲滅したいけど、ちょっとあの途中の陣地もらっちゃいますか。国将さんこっそりこっそりねと言ってもあれなら捕獲しやすい陣地とかありましたよね確か。あれなかったっけ、残念ながらな、捕獲しやすいのはないですね。じゃあ兵が死亡しにくいこちらでいきましょうか。これでさらっとね全部無視していってもらいましょう。そして正常ですね、馬球隊に対してまあ出撃するにしても次のターンでいいですね。まだこのターン出るには早い、ちょっと今のうちに徴兵をしておきましょう。はい、では曹操軍との野戦見ていきましょう。ゴー、勝ってくれよ、そんなに強くないと信じる。やめてー、そっちの突破か、秋見ろ止めて止めて、ブロック99のお出前を、うん関係ねえなああいう防ぐのって統率になるんですかね。なんかもう一部隊来てるし、あ違う、これは味方だ、早く早くたどり着いて。秋見ろのは統率低いからそんなに部隊戦は強くないんだ。ここで競り勝たなきゃ意味がない。はい、正常に向かってきてる馬球隊ここまで来ました。では出撃したいと思います。出撃はどうしようかな、貫獣をやっぱ先頭で出しましょうかと思ったら、そうだ噴戦を持ってないんだ、突撃とかは持ってるけど、突撃馬長じゃなければ防がれないですかね。まあ、ちょっと一部隊出してみましょう。水光突撃1番よし、追撃するんだ、
もう一人は奮戦ですね。統率高いのはこっちか。よし、挙中で行きましょう。はい、多分正常は到着するまでちょっと時間あると思うんで、先にこっちを見ていきましょう。技を出してくれ、技を。そっちじゃないよ。こっちが技を出して。超食らうんだけど。何1800とか。E2 さんやべえな。っていうか、アキビの撤退させないとこれやべえかも。捕まるかも。すげえ。やべえ。壊滅したアキビの隊。まあ、アキビが退却したみたいだからよかったけど。やべえ。しかもすげえ技法かかってる。ただ損しただけですね、これじゃあ。あ、正常の戦いも始まってますね。運戦だー。いやー、きつい。ちょっと正常の方の結果を見たいな。とりあえず秋見ろは捕まってはいないようです。はい、よかった。残念ながら結果は敗戦ですけど、まあ仕方ない。とりあえずこの陣地だけでも取っとこうかな。何かあった時にここやっぱり攻めやすいっちゃ攻めやすいですよね。馬頭軍と戦ってもうまみがほとんどないんですよね。国将混乱してるから何もできない。はい、聖女はこんな状態ですね。まあまだ開戦したばかりで特に何も起きてなさそうです。まあまあ様子を見ましょう。はい、では聖女防衛戦見ていきます。突撃と奮戦でバー球体なんか、よし、いいね。行ってるそばから出た。くらえ、突撃3300。じゃあ素晴らしい。33頼りになるな。オールマイティーですからね。さあ奮戦も出しちゃおうぜ。巨中さん、城からの矢はさすがに届かないか。はい、曹操軍の陣地奪い取りました。馬球さん、飛車やってきました。まあ向こうもさりげなく技はやってくるよね。でも負けないよ。正直馬長さんじゃなければ怖さなんかない。一旦に2回も突撃出てくれました。素晴らしい。約6000与えましたね、このターンに。もうボコボコや。はい、残り馬球さん3014です。これは余裕で守りきれますね。はい、引き続き正常防衛戦見ていきましょう。さあ馬球を捕らえるんだ。何人いるのかな。馬球一人なのかな。馬球に合わせられないな。馬球、馬球、馬球一人だけですね。捕らえてくれ馬球を。技よ出ろ、技よ出ろ。とどめの技を一発。33、突撃を見ましてあげて。はい、壊滅。捕らえてはいないのかな。ちょっと見てみないと分かんないですね。艦中の兵力脅威です。まあ別に港は守ってもしょうがないんだよね。しかも絶対先に聖女を狙ってくるでしょ。さあ捕らえたかな。残念、捕らえてない。ただの防衛戦になっちゃいました。はあ、がっかり。はい、あと曹操軍の陣地奪ったのこんな形です。まあ、今一応1万4000、まあ、約1万5000まで来てるので、すぐには攻められないと信じたいんですけど、怖いんで輸送をすぐに送りたいと思います。ただ次のターンにならないとちょっと送れないので、次のターンになったらここに、まあ、1万か1万5000ぐらいまで送りたいと思います。はい、こちらの陣地に1万5000輸送して約3万の兵にしておきました。これなら簡単に攻めてこないはずです。ちょっとここから巨匠を狙うことを考えていきたいと思います。まあ、ただすぐというわけにはいかないので、いずれという話です。やっぱ馬頭軍の仮に長安を取ってしまうと、あの前シリーズでやってた時みたいに馬頭軍がもうこっちにしか攻めてこなくなっちゃう感じになっちゃうので、あくまでここは残しておきます。曹操への攻撃ができるように、僕は僕で曹操の巨匠を落として、なんとかちょっと曹操の勢力を削りたいと思ってます。あ、君の様、天下に曹操打倒の機運が満ちています。また連合軍ですね。僕は不参加です。すげえ参加したいんですけどね、本当は。204年1月、反曹操連合は結成されました。また孫策が名手です。
現状、こちらの陣地に4万近くまで兵を集めることはできました。まあ、巨所に近いので攻めやすいっちゃ攻めやすいんですけど、いかんせん、ジョナンに8万、まあ、約9万っすねっていう兵力があるので、まあ、ここがすんごい援護を送ってくるんだろうなーっていう気はしてます。まあ、そういう意味ではこっちにもなんか拠点作ってダブルで攻め込みたいっすね。もうジョナンが来る前になんとかしたいみたいな。ただそれにしてもまだこちらも兵4万ぐらいしかないので、なかなかきついですね。この雇用港も何気に落としておかないと深夜を攻められる可能性があるんですよね。いやー、うざいわー、曹操軍。はい、深夜から、巨所のこの辺ですね、に城塞を作るように、まあ、指示を出しました。これによって巨所から兵が出てくるか出てこないかでちょっと対応を変えていきたいと思います。もし出てきたらなんですけど、出てきたらもうここからダブルセーランで一気に攻め込みます。なので、もうこちらから出している建設部隊は正直おとりです。おとりに引っかかってくれることを祈るんですけど、豊尾港から出てこられたらって、すでになんか出てきてるっぽくですか、これ。出てきたー！豊尾港からは来てないですね。これは、巨匠一気にもう攻め込みたいと思います。ジョナンからが間に合うかどうかですね、これは。意外に減らせるペースは遅いですからね。ただその前に爵位を授けちゃいましょう。個別任命。今、ここにいる新天さん。あともう一人、丁著さんか。二人とも、まあ1万5千授けましょう。っていうか、孔維さんとか勘十さんとか、みんなあげましょう。もう、全然余ってるし。1万5千ずつ持てるように。はい、OK。さあ、残り1万5000で部隊を出してくるか来ないか、そこがポイントですね。出されたらちょっとこっちもやばいです。セーラン部隊、走車が一番、連射でいっか、連射だー、ゴー。もう全部ムシムシ。そしてもう1部隊もセーラン、これじゃない、セーランで、技が連動。これでどうなるかな。多分こちら撤退させちゃうとこっちも戻ってっちゃうと思うので、ここは秋見ろを出撃させたいと思います。柳見ろで訓練だけはしておきましょう。1だけど。 よし、秋見ろはもう水攻で2万持ってったら攻められそうなので、ちょっと1万、ああ違う違う、1万持たせて、この人なんて言うんだっけな、 A13 か、まあ、とりあえずこの人を倒すように指示します。追撃も許可。いけー。はい、では巨匠攻略戦見ていきます。どうなることやら。間に合え。飛車？痛い。飛車は痛いよ。でも1700よかった。2000いってねえだけマシだ。セーラン部隊、ジョナンから援軍来る前に巨匠落とすんだ。あれ、戻ってきてる？あ、そういうわけじゃない、単純に国章さんに釣られてきてるだけだ。いいね、連動素晴らしい。1889、オッケーオッケー。よし、2体とも張り付いてる。正射か、まあ、これはしょうがない。どれぐらい食らう？あー、クリティカル1本！痛い！ 900！ まあまあ、900ならいいや。重傷。重傷は痛い。連射だー！いいねー。オッケーオッケー。いい感じじゃないですか。技も結構な発動率ですよ。よし、なんか序盤から援軍来てないし。これは巨匠落とせるか？はい、引き続き巨匠攻略戦見ていきます。頼む、このまま援軍来る前に倒してくれ。戦車か、向こうか。まあまあしょうがない、しょうがない、そんな強くないのは分かってるからもういいや。こっちの連射と連動見ましてやれ。ちょっと一方は重傷負っちゃったから威力そんなないかもしれないけど、よし、国章おとりも頑張って。うわっ、
こっちに総飾か、ああ、秋広隊の方か。秋広隊も追いついたようですね。早急隊？え、豊尾港からもしかして援軍出た？ああ、出てきてるー。なんということだ。てか、豊尾港もゼロになってましたね。しかも、正社のクリティカルヒットをやめてー。飛車だーと。曹操軍、兵法の連発多すぎー。ちょっとおとなしくしてー。ああ、君のが技法にかかってった。やばいやばい。でも、巨匠は落とせるんじゃないですか。もうあと336。いける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 来ましたー。あー、君の軍が巨匠を陥落させましたー。おとり作戦、大成功です。まあちょっとここから国将さんを逃がさないとはあかんのですけど。あ、皇帝派遣者いかがしますか。いや、普段だったら両立するんですけどね。まあ、大悪党なんで、敗立！秦の代で、漢朝400年の歴史が終わろうとは。秋広の手で、漢が滅ぼされました。秋広軍の中に、限定敗立を非難している部署がいるようです。あららー。ごめんね、大悪党なんでね。ちょっと、忠誠、また上げておきましょう。柳色だけですね。すぐ100になった。あれ？国将隊がいない。もしかして捕まった？変化。捕虜とはなっていない。あれ？もう登用されたとかじゃなくて？いや、でもいますよね、この建設マーク。あ、いたいた。進軍撤退。あ、秋広は今指示ができないですね。どうする？これはすぐさま部隊を壊滅させに行った方がいいだろうか。多分戻ってきますよね。ちょっと一人は出撃させましょう。どっちか怪我してますもんね。丁著さんが怪我してるのか。丁著さんは城に残したまま、どうしようかな。水行かな。ちょっと一騎打ちは怖いですね。突撃を持たせて。1万5000はちょっと怖いんで、1万、1万で出しましょう。早急さんは小湯港に戻る可能性があるので、早急さんじゃない方を攻撃します。そして秋広に救援を送れなかったしょうがない。はい、では国将撤退戦プラス新天さんの舞台壊滅戦見ていきましょう。お、追ってきてるなー。飛車だー。まあでも国将さん撤退はできそうです。そんなんじゃ倒れないぜ。よーし、開けみろ。いいねいいね。挟み撃ちにしよう。一騎打ちだ。しかもやった、これは楽勝でしょ。余裕っすよ武力99の腕前見せてやるぜ。しかし、いや、一発の威力が全然違いますね。ふいふい。この大悪党は秋広に勝てると思うなよ。ゴー。お、2連チャンガード、うまいじゃないですか。お、調子に乗ってる秋広。いやー、いや、やっぱ一騎打ち発動すると頼りになりますね、秋広は。さあ、ここで捕まえてやるんだ。ちょっとこの間に巨匠が攻められないか心配ですけどね。まあ、今のところは来てないです。ふぅ、怖い怖い。はい、そういえば巨匠を落として車中さんを捕らえました。これは初段です。さらば我が主アーキビロの命により車中殿貴殿を初段いたす。お覚悟。ヒヒーまたヒーキャラが来ましたねいやー、やったぜ。ようやく曹操軍の武将一人減らせた。まだ一人ですけど先は長い。はい、では引き続き炎獣殲滅戦見ていきます。逃がさねえよ、ここまでやっといて。さあ、ボコボコにして捕らえてあげましょう。炎獣さんも、うるうるうる、突撃できた。ナイス突撃、新兵さん素晴らしいね。約3000。あ、秋広が技法に、ダメだ、秋広は頭が悪いからすぐ技法にかかっちゃう。
新天さんとの池島、式もこっちの方が上だし勝てるでしょ、1対1でも。はい、では引き続き炎獣殲滅戦見ていきます。とりあえず曹操が攻めてこないか不安でしょうがないんですけどね、巨匠に今のところは大丈夫です。あ、決めろ、いけー、もう一回救助してもいいんだよ。救援してきた、粘るな、この強撃だ、いけー、あ、決めろも技出していいんだよ、一騎打ちでもいいけど、一騎打ちも技も何も発動せずシンプルな戦いでしたね。はい、こちらの陣地から巨所にもう兵全部持ってちゃいます。そして陣も撤去です。さよなら、これで巨所も3万ぐらい兵があるので簡単には攻められないはずと思いたい。ただジョナンが9万近くあるんで、って感じです。なんとも言えないです。はい、ラストターンと思われる炎獣殲滅戦見ていきましょう。突撃でもうとどめさせたれ、突撃、アキミロの汽車でもいいよ。そして捕獲しようぜ。また救援かよ、粘るな、来た来た、はいよー、素晴らしい。もう救援はいいからさ、おとなしく倒されてよ。突撃、進展、突撃、起きないな。はい、今度こそラストターンと信じて炎獣殲滅戦見ていきましょう。もう救援の繰り返しなんでね、倒しきれないです、なかなか。技が出れば俺もありなんですけどね。頼む、技を出して、きたー、突撃とどめー、これは終わったでしょう。捕獲して、どうだ、捕獲はできなかったみたいですけど、新天さん武力がプラス1になりましたね。オッケー、あ、でも捕獲した、炎獣捕獲って書いてあります。来ましたよー。はい、では炎獣さんも初段です。いやー、なかなか手こずらせてくれましたね。炎獣殿の名に恥じぬ最後とのことです。覚悟を決めください。これも無事の定めだ。あ、久々になんか潔いときましたね。あ、君の軍の捕虜となっていた炎獣が初段されました。いいんですよ、もう曹操軍は一人でも武将減らさないと。はい、では君のが一応深夜にたどり着くとこまで見届けましょう。何気に小読みだとかで矢が飛んでないか。よかったよかった。ふぅ、これで安心して帰れます。はい、ご到着。はい。なんか今回、二人も捕獲したのに、抜擢武将来ないっすね。もう、玉近い。いや、そんなことないですよね。全シリーズの時に、合計10人ぐらいまで来てたので、まだいるはず。単純に来る頻度がどんどん下がってくんですかね。仲間が増えていくと。まあとりあえず今回はキリーノでここでやめたいと思います。で、今回は主に成長での防衛戦がメインだったんですけど、最後の最後になんとか巨所取ることができました。まあ曹操軍に一矢報いたいというのがあったんで、それを果たせてよかったです。まあただ次回からはここにいる、うおー、もう10万近くなってるしっていうのを気にしながら曹操軍とも戦っていかなきゃいけない感じですね。まあ結構炎将軍ももうなんかやられてますよね、これ。ほとんど曹操軍になっちゃってるんで、やっぱ曹操を叩かないことにはまずいっていうのは変わりないんで。まあできればね、ジョナンとかじゃなくてこっちはジョーヨーを落としたいんですけどね。まあジョーヨーの方もな、結構兵力溜まってますね。っていう状態なので、まあなんとか様子を見ながら、ちょっとどこ攻めるか決めていきたいと思います。はい、では今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。